2021年8月23日、梅雨明けから1週間経ったこの日、飼い主が楽しみにしていた東京オリンピックが開幕しました。開催に関してはいろんな方がいろいろ思うかとは思いますが、コロナ禍でいろんな制限があるのも大変残念ですが、選手や関係者はもちろんいろんな方が楽しめればいいなと思います。さて、我が家の犬たちは、オリンピックに色めき立つこともなく朝をまったり過ごしています。まあそんなオリンピックで盛り上がるような犬たちだったら今頃その動画もバズってるんでしょうけどね。なんてことはない平凡な犬たちでした。いつもチーズさんばっかり舐めるピーノスケさん、この日は珍しくももちゃんを舐めてます。かわいいね。一方チーズさんはというと、おやおや、お尻がかゆいようですね。お尻をかいている姿は滑稽で可愛いんですけど、肛門腺が溜まっていたりお尻がかぶれてたりするので気をつけてください。可愛いけど本人は辛いですからね。この後いつも通り一方的なももちゃんからの要求でブヒレスの開始です。さあ戦いの火蓋は切って落とされました。ピーノスケさんが最初ちょっかいかけたようですがすぐ退散しました。さあここから来るのはチーズさんのお得意のローリング攻撃。何がしたいんでしょうね。これ降伏しているようにも見えますけどきっとそうじゃないと思います。だいたい体格の大きい犬が体格の小さい犬に対してはこうやって相手の懐に潜り込んで、潜り込まない、潜り込む、あー、そしてマウンティング。だいたいいつもうちのちびっこブヒレスはチーズさんのマウンティングにより終了です。第2ラウンド来たっていうかまだやるの。付き合わされるチーズさんも大変ですね。あ、またローリング。ほんと仲がいいのか悪いのか。そんなブヒレスの後、犬好きの友達が来客。なんとコロナがなければボランティアをする予定だった友人。開会式の前にオリンピック談義に花を咲かせ、犬たちの接待を受け帰っていきました。そして酔っていて動画を撮っていません。なんたる失態。まあ食事の準備や洗い物もありますからね、こんなもんですよ。そして翌日、オリンピックでは色めき立たないけどお出かけのムードには色めき立つ P さんたち、どこへ行くのでしょうか。正解はいつもの河原。暑さを避けて渓谷にやってきました。いつもはバーベキューの道具を持ってくるのですが、今回はゴミそうだと思ったので椅子だけでほぼ手ぶら。ちょっと涼んで P さんたちを遊ばせたら帰ろうと思います。それではまず P さんから川に入ってみようと思います。本人はちょっと嫌そうなんですけどね。次はチーズさん。本人は至っておすまし顔ですが結構焦ってると思います。もう少し水楽しんでくれるといいんですけどね。
そして最後にももちゃん。ももちゃんはとても慌てんぼうで臆病なので、まずは浅いところから、まあ、これぐらいで勘弁してやりましょう。そうこうしているとジーズさんもちょっと川に慣れてきたのか、自分からどんどん進むようになってきましたが、まあこれぐらいが限界かな。行くのか行かないのか、行くのか行かない、これが限界のようです。いつもの河原を後にしようとしたとき、何やらカフェができていることに気がつきました。ちょっと覗いてみようと思います。ここだ。まだ出来たて河原に面したカフェ、どうやら先週にできたらしいです。テラス席には犬が入れるということなので、お邪魔してみます。川を望む犬の入れるカフェ、いつもの場所に素敵なお店ができたのは嬉しい反面、隠れ家的な場所だったので、これまでのように遊べなくなるかもと思うとちょっと複雑な気持ちなのでした。でもせっかくだから流行るといいなと思います。もう後ろ足が起こした。そして連休最終日、川に行った日の夜からチーズさんが何度も吐いて、翌日も元気がありません。川で流木をかじりすぎたのが原因でしょう。流木で遊ぶのが大好きで、いつも吐くほどにかじってしまうチーズさん。こういうことはよくあることなんですが、翌日まで元気がないというのは初めてです。まさかレプトスピラとかそういう厄介な感染症かと思い、念のためいつもの病院で見てもらいました。これといって異常もなさそうだったので、きっと流木の食べ過ぎか何か雑菌を口にしてしまったのだろうと。ということで、いつもよりシュミル注射をしてもらい、薬をもらってきました。本人は他人事みたいな顔してますけどね。最近では関東でもレプトスピラという厄介な感染症が出るという話もあります。皆さんもアウトドア後何か体調の変化があったら早めに病院にかかりましょうね。ちなみにチーズさん、病院での薬が効いて翌日にはすっかり元気になりました。ほんと気をつけてね。チャンネル登録お願いします。